何前かですかね、お手伝いしたオーナーさんから LINE が来て、なんと今期営業利益8000万オーバーです。当時譲り受けていただいた会社さん、私のいいお客さんなんですけど、こういうパターンもあるんだな。EA マンデーチャンネルということなんですけれども、まあ、ちょっと岡本さんもこれまでにどの案件がこう、あ、EA マンデーだったなみたいなのってありますか？いろいろあるんですよね。この年といえばこの案件みたいなメモリアルな案件って多いんですけど、はいはいはい、やっぱりこう M&A 成立した後に、あのそれまでもいろいろな思い出があるんですけど、その後とかで多分いろんなおつながりができたかりとか、うん、そういったことを感じるとやっぱいい仕事できたなって思いますよね、うん、だから結構私とか30の時に結婚式やったんですけど、うん、その時とかにもいろんなお客様とか制約したオーナーさんから電報をいただいたりとかね、そういうのとか、あとはまあ実際私がお手伝いしたとある会社さんの、まあそこは小売店だったんですけど、うん、お店とか行くと結構こう従業員さんがね生き生き働いてらっしゃったりとか、はいはい、やっぱり社長もご高齢になられてどうなるのかなっていう不安が以前はあったというところが、まあきちっと解決して生き生きと働かれてる姿とか見ると、やっぱこう、ああいい仕事できたんじゃないかなってこう思いますよね。直樹さんとかあります？そうですね、僕もなんか選べてた結構難しくて、もうどれも本当になんかいい M&A だったなって思うんですけど、やっぱり岡本さん言うようにM&A した後の世界がやっぱりいいとすごく良かったなと思うんですけど、前なんか一人でこう飲んでた時に4年前かですかね、お手伝いしたオーナーさんから LINE が来て、で見たらなんと今期営業利益8000万オーバーです。これ2000万ぐらいですよ。あ、すごい、4倍になったんですか。4年で M&A が成立した後に、成立する前が2000万ぐらいの営業利益だったんですけども、8000万超えました。これ社長が残ったパターン、はい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 、代表取締役で年々その成長したわけですね。売上も上がってて、はい、本当にいい買い手さん見つけてもらって感謝ですと。そういうの見てもらうとやっぱりこう、あ、いい仕事できたなと思いますよね。いい酒のつまみになりましたね。それで思い出しましょう。私も一個あって、6年前ぐらいに成立した M&A の譲渡のオーナー様、はいはい、これ当時言ったら40多分2、3ぐらいで、当時もう疲れたと、経営ちょっと疲れて、まあちょっと違うこともスタートしたいっていうので、一旦 M&A 弊社でお手伝いさせていただいたんですけど、うん、6年後ですね、去年ですね、そこの当時譲り受けていただいた会社さん、私のいいお客さんなんですけど、そこの買い手さんの一緒に商談に入る現場で、実はその方がいらっしゃって、で話聞きましたら、あの時実は引退せずに、そこ の、 あの譲り受けていただいた企業のグループに取締役としての残られて、でまた別のチャレンジを今やってるというふうな話を聞く機会がありまして、その時には、あ、こういうパターンもあるんだなと、なんかすごい嬉しい気持ちになりましたね。オーナーさん個人 の、 その第二の人生みたいなことをお手伝いできるというのは嬉しいですよね。やっぱりこう一人相撲じゃないですけどね、うん、やっぱり中小企業さん一社だけだとなかなかこんなこともしたい、あんなこともしたい、でもちょっと自社単体実現できないとかね、うん、やっぱりそういう思いを持ってるオーナーさんとかの夢とかね、ビジョンっていうところを叶えることができるのもこの手法の特徴ではあるので、うん、はい、なんかそんな面もね、なんかご存知ない方多いかなと思うんですよね。僕らが普段やってるところちょっとでも見ていただいて、こうなんか親近感というか、 M&A ってこんな感じなんだなみたいなね、思ってたよりウェットな感じでね、うん、気軽に相談できるもんなんだななんてね、うん、思っていただけることがあればね、そうですね、やっぱこういった発信させていただいてる意味があるのかなと思いますけどね、うん、そうですね。いい M&A っていうテーマなので、我々だけじゃなくてね、やっぱりいろいろこううちもお付き合いしてる提携機関とか、金融機関さんとか会計事務所さんとか、うん、証券会社さんとか、いろんなところとうちお付き合いしてるので、うん、まあぜひそういった提携先のね方々にもお話聞いてね、こう皆さんが考えるいい M&A ってどんな感じですかっていうね、うんうん、そういうの聞いたら面白いかなと思うんですよね。一番皆さんこう知りたいところって、実際 M&A 成立した後どうなってるとかね、うん、でまあよくご質問なんか受けるのは、 M&A 成立した後ってもうやることなくなるんじゃないかとかね、退屈になっちゃうんじゃないかみたいなね、まあ、そのあたりとかも実際のね、オーナーさんのお声とかお届けできればね、セカンドライフとかね、新しい取り組みとかもね、うん、なんかこう今の時代だからこそこう考えいただけたらね、いいんじゃないかなと思います。そうですね、ということで、いい M&A チャンネルお届けしたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。